跟文当要去吃新宿的天好运。天好运。そう、有名な香港料理屋さんなの。ルーちゃん食べたことあるんだよね。え、私ない。あ、ないんだ。俺台湾でも超有名なんだけど、台湾のも行ったことがない。並んでたね、結構。そんだけ有名ってことだ。我们差不多下午四点要店里，然后登记的时候呢，要等四十分钟。我们前面有七组客人，所以即使是在这样不是吃饭的时间，人还是很多哎。もう一番中途半端な時間選んだろうね。そうだね。ブラバ行こうか。Let's go。我们终于进去了，等了差不多三十分钟。我们今天的位置是在二楼，它里面很大耶。我们蛮幸运的，坐在靠窗的位置，可以边吃饭边看风景。那我们到位置上有提供热茶、跟水杯、跟盘子，茶呢是给我们自己倒的。那他们餐具跟湿纸巾上面都有天好运的 logo。那我们大家来看一下菜单的部分，首先是青菜，然后是肠粉，肠粉有三个口味，一个是韭黄鲜虾肠粉，然后是蜜味叉烧肠，然后是免治牛肉肠，然后是煎炸点，有鲜虾虎皮卷跟罗汉斋春卷，还有百花煎酿茄子。烧点心有萝卜糕，然后焗烤有酥皮焗叉烧包。来，今天好运就是要吃这个，其实我从来没有吃过哎，所以真的超期待的。还有中点心的部分有马来糕跟烧麦，还有虾饺，还有红油抄手。然后是主食有蒸饭的部分也很多，它除了有排骨饭这些蒸饭之外呢，还有糯米鸡，然后还有粥。可是我跟文当今天不会点主餐，应该点小点居多。然后最后是甜品，我超期待甜品的，甜品有桂花糕跟炸鲜奶，还有西米露。我最后一定要吃西米露。然后他们现在的 special menu 有咸水饺，咸水饺一定要点一个，在日本没有吃过咸水饺。那他们这里点餐方式非常的台，是自己这样画单子。紙にピッピッって書くのってなかなかないよね。お寿司屋さんとかたまにあるかなぐらい。ルーちゃん楽しみですか？期待。期待啊！何が一番期待してる？ベイクドチャーシューパオ。これ結構気になる。あとやっぱり大根餅だよね。もうどこでも大根餅や。どこでも大根餅さえあれば。この店が有名なのは香港でミシュラン一つ星取ったの。来了、酥皮焗叉烧包、好香哦！ルーちゃん闻闻看。あ、メロンパン。これイメージ本当肉まんみたいな感じだったね。まあでもここは肉まんっぽい。いただきます。はい。熱いかも。うまっ。外はね本当にサクサクのメロンパンの中にめっちゃ味の濃い柔らかいお肉がいっぱい入ってるからね。これ本当に日本にはないね。これ一番有名なの。本当美味しい。大根も聞こえた？いや超えたかも。本当に。え、嘘嘘本当に？これうまい。ご飯は？ご飯かな。これは中でやっぱり一番はご飯。鲜甜鲜甜的感觉好高哦。タレも美味しい。お肉がいっぱい入ってんだけど、なんかトロトロにとろけるからめっちゃ食べやすい。我的天，这个很好吃哎，难怪这么红。好美味しい。好美味しそう。啊，すごいね。肠粉。肠粉。好香。好香。不知不觉，我们的餐点全部都来了。次はどれ食べる？ルーちゃん。これもめっちゃ美味しそうだけど、これ食べたいけどちょっと冷まさないとやばそうだ。確かに。じゃあ近いチャーハン食べようか。文章超愛吃腸粉的。チャーハンマジ超久々。我们文章很懂吃，想要用那个酱汁给捞起来，好可爱哦。美味しい。外がトロトロなのよ。口に入れた瞬間すごいふわとろって感じ、とろける。で、その中にエビのプリプリかしてね、めちゃくちゃ美味しい。何個でもいけちゃう感じ。那他们这里的萝卜糕呢是没有酱的，我来试试看萝卜糕。感觉超好吃的。哇，美味しそう。会直掉下子的，它萝卜的味道好甜哦，明明就没有蘸酱，可吃起来就很甜，完全不用酱，好吃不假。基本的にソースつけるイメージあったけどな。わかる？大根の甘さが出てる。タレいらないのよ。美味しい。很好吃的对。真的好吃的是吧？真的好吃的呀呢。大家看它里面这个萝卜丝很大条，它这个吃起来很甜，萝卜糕超好吃，我的天哪！然后是陈皮牛肉球，文章很贴心，帮我们分开拍给大家看。ゆばと一緒に食べるのかな？啊，そうなんだ。美味しそう。
じゃあちょっと食べてみます。纯皮牛肉球。いやめちゃくちゃいい匂いよ。もうやばい。おいしい。どうですか？味濃い？那么惊讶的样子，好可爱。後味さっぱりなの。嘘。じゃあ私も食べていい？ちょっとでも食べてほしい。なんかね、思ってる味と全然違うよりじゃん。レモン。レモンだよね。さっぱりだよね。然后是咸水饺，我觉得文道他应该不会很喜欢咸水饺。え、苦手かな？でも私これママ好きだから食べたいの。妹もこれ苦手なのよ。あ、妹も苦手？そう、ふーちゃんはね、多分妹と似てるんだよ、私の妹。じゃあ苦手かな？食べてみて。食べてみる。文道不喜欢吃麻糬跟糯米这种口感的东西。なるほど。苦手。苦手ではない。でも味付けは結構台湾風だよ。そうなの？僕はすごい。ふーちゃんはね、もう台湾人じゃん。台湾だねってか言って。もっと台湾の味。めちゃめちゃ美味しい。それじゃんタイプ。他们这里的咸水饺我觉得非常的好吃，因为他们这里面的不知道是肉燥吗还是怎么调味的，吃起来跟他们这个咸水饺的皮非常的搭，而且他们这个皮吃起来有点甜甜的，可是咸甜又很适中。现在我们文丹在吃他最后一个酥皮焗叉烧包。最初食べた時本当めちゃくちゃ美味しかったの。なんだけど食事をバーッと一周して最後にもう一個食べたんですけど、めちゃくちゃお腹にきましたね。美味しいんだけど食べる順番は先にこれ食べた方がいいかもしれない。注意です。アドバイスです。好，我的甜点西米露来了。我跟大家说，我真的超级爱西米露，每次回台湾都一定要喝椰汁西米露。终于在日本让我喝到了，超级开心。ココナッツ。好好喝。そんなに？美味しいのよ。美味しいねこれ。ほら、私いつもこれ大好きなの。なんかタイ料理も最後ほとんどこれがあって絶対頼む。今デザートまで頼んだけど、あと一つね頼もうか悩んでるものがあるんだよね。ルーちゃん当ててみてよ。せーの、これ。ブブー。え、これ？正解。ここの大根餅はまた違うじゃん。まあでもちょっとお腹との相談だね。今度また来ようよ。そうしよう。今日は諦めます。好了，大家，我们已经吃完出来了，给大家看一下我们今天的收据。咸水饺是580日元，酥皮焗叉烧包是680日元，萝卜糕是580日元，陈皮牛肉丸是680日元，鲜虾韭黄肠粉是780日元。西米露是480日元，全部是3780日元，再加上税金378日元，总共是4158日元。はい、ふーちゃん、今回どうですか？今回は星3つです。いや、とてもね、美味しくて、本当外れがなくて、どれも美味しかった。因为我在台湾也从来没有吃过天好芋，我想说港式饮茶应该差不多是那样吧，但是一直吃到天好芋非常有名，然后我妹妹也很喜欢，我朋友大家都说那个酥皮焗叉烧包真的很好吃，想要这么有名，今天没事就来吃吃看好了。结果吃了之后真的是惊为天人，真的很好吃耶，而且每一道都很好吃。大根餅がね、食べたいね、また。うん。メロンパンのね中に入ってるお肉めちゃめちゃ美味しかったね。柔らかいんです。あれは本当ぜひまた食べに行きたいなと思います。最好还是要避开用餐时间会比较好，因为用餐时间的话可能就要排更久。但是这一次呢，真的有被吓到，天好芋真的很好吃哎，超赞！ぜひ並んででも行きたいと思います。那谢谢大家看我们今天这支影片，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。